ね、一つ一つのプレーだったり行動に対してやっぱり本気で取り組んでいるのが常磐であって、その先にあるのが勝利だと思います。でそれは子どもたちが大きくなって社会に出てからも十分に生かされることだと思っておりますので、野球に本気だっていうところが常磐の一番の魅力、それがですね、まあ、指導者、子どもたち、父母会全員がですね、野球に対して本気だっていうところが最大の魅力かなというふうに感じております。以前からその運動神経というものに対しては取り組みは変わってないです。その中でリズムトレーニングが新たに加わったこと、日本の子供って4拍子に慣れてるんで、その 8拍子とか16っていうのが体に染み付くと結構パフォーマンスにもつながるんで、やらせていただきます。頭、ね、全然違うように動かすんで、最初はできないんですけど、結構回数数えると重ねるとみんなすぐできるようになるんで、結構これぐらいの子どもたちは吸収力がいいなと思ってみてまあ、運動神経が伸びればですね、子どもたちのパフォーマンスっていうのも上がるというふうに認識していますので、その辺を理解した上で、神経系のトレーニングだったり野球の練習取り組んでおります。はい、始めていいよ。広がって、はい、人20回で叩きつけるよ、下に。今引き継い取り組んでる下半身と上半身の連動のそうですね、あと、まあ、自然にトップの位置ができるようにっていうようなドリルみたいな練習ですかね。しっかり足を上げて真下にボールを叩きつけると、その際にしっかり体重をですね、前足に乗せて指先でしっかり離すということを心がけて、はい、次下から抜いてな、下から抜いて、下から抜いて、10球いけ、で肩周りの柔軟性と体の使い方を、できることできないことあるじゃないですか、はい、こんなのもあれです、ね、神経系のトレーニングも全然私たちは怒んないですし、はい、できたらできるようにしようねぐらいで。
ッとキャッチいいかな、くるっとキャッチ、はい、これです、くるっとキャッチ、そう、もう一回やって終わったらね、くるっとキャッチ、くるっとキャッチ、回ってねえぞ、せいや、ボールから目離さない、くるっとキャッチ、あと小判行こうか、小判 OK? 小判、小判いける、はい、じゃあ小判、一応ゴロもですね、あの小判か落ちてくるか、どちらかで取ろうというふうに指導してますので、でなかなか小判苦手な子どもたちが多いので、ちょっと遊び感覚で小判の練習してます。小判できた、上手、そう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 、軽くやっていいよ、軽く、難しく考えないで、そうそうそう、勝負勝負、これできるから、軽く軽く、難しく考えないよ。膝やっけーい、肩回して、肩回して、膝立ちなんですけども、肩が出てきてから腕を出すと、はい、この肩甲骨周りの動きをしっかりするというところが、目標です。そうですね、膝立ちすることによってこの上体だけの動きを確認するようにしてます。次に下半身の体重移動を入れて肩を出して手を出すというような一連の動きを、体重移動と腕の出し方の、はい、大丈夫です、右左、はい、こんな感じで大丈夫です、立ち上げ、はい、足上げて、しっかり足上げて、うん、練習前言ったよね、休憩はちゃんと取るから、休憩は取るから、一つ一つちゃんと一生懸命やろうって話したよね、はい、一生懸命やってねえよね、ね、暑い暑いとか思ってやってたらダメだから、分かった、はい、はい、足上げ、何がポイントだっけ、何、そう、元気よく足上げてる人、上げてない人、上げてる、ね、みんな聞けば元気よく足上げるって注意事項言えるけども、実際にそれやってるかって言ったらやってねえ人多いよね、ね、注意事項自分たちで分かってんだったらそれはしっかりやる、足上げ、元気よく足上げて投げる、ね、ただそれだけ、ね、元気よく足上げていこう、分かった、はい、足上げて、守れ、しっかり足上げて、はい、と細かい部分はあの足の向きとかあるんですけども、あまりそこは細かく意識させないで、しっかり足を上げて下半身連動で投げるということを目標にします。じゃあカウント、ワンボールツーストライクから始めよう、試合形式ね、オーダー、内外野当たるとこ合わせるよ、オッケー、はい、それは
実践的な練習は練習試合だけじゃなくてですね、練習の中で取り入れてですね、その中でこうあとうまく選手をこう割り振りしまして、競争心じゃないですけども、そういうのもですね、持たせるようにしてます。基本的に序盤としましては守備に重きを置いてますので、守備を徹底させると、キャッチボール守備というのができるように、なおかつあとは走塁ですかね、一つでも先に進む、1点を取るという走塁は常に心がけて低学年のうちから取り組んでます。今じゃないのかなと、今打てなくても今努力してやっぱり5年生6年生になった時に打てるようになればいいのかなと思うと、今詰め込まなくてもいいのかなと、で5年生6年生になるまでに必要なものを、まあ、思考も含めてですけども伝えられたらいいのかなというふうに思ってます。まあ、子供のことをやっぱり指導者が信じなかったらいけないのかなというところはあるので、今できなくてもやっぱりしっかりしたこと一つ一つ積み重ねればきっとできるようになると思うんですよね。そこは信じています。はい、やっぱり子どもたち、そうですね、それぞれに野球があるのかなと思うんですよね。小学生で輝く子もいれば中学で輝く、まあ、ずっと輝く子もいますし、それぞれにあると思うんで、やっぱりそれぞれの野球を応援したいというか、いうふうには思います。ほら1年生道具片付けしな、はい、打たせねえぞ、もう片付けができない人は練習参加させねえ、やることはちゃんとやれ。